皆さんこんにちは、ゆうたろうとモンジロです。今日は令和6年1月の24日水曜日です。時刻はね、まもなく上陸になります。こちらはね、日本最南端のね、セイコーマート星野さんです。埼玉県八潮市にね、こちらあります。実はね、今日モンジロ君のね、この黄色いミライスガソリンが全然入ってなかったもんですから、ガソリンをね、入れにやってきました。といってもね、セイコーマートに入れにやってたんではなくて、このね、近所にありますいつもね、来ているガソリンスタンドにやってきました。そしたらね、入り口のところになんとね、お客さんいるんで、なんと活源が入荷しましたということでね、まだまだ北海道フェアで活源ね、今入荷してるみたいです。星野さんはね、一回大体入荷しますともうね、おしまいになってしまうんですけど、今回はね、再入荷してくれたみたいです。ではね、中に入って確認してみましょう。今日は星野さんはすごいです。いっぱいね、ホットシェフが置いてあります。こちらにね、ホタテカレー置いてありましたので、もう中間は購入しました。ではね、早めに帰りたいと思います。今ね、中にやってきましたらば、やっぱりね、ソフトカツにいっぱいありますね。入荷してます。それからね、今日はね、なんとこちらね、もんじろくんが今回2度目になります道産ホタテカレーもね、星野さんいっぱい置いてありました。今日はね、この道産ホタテカレーを買って帰ります。カツゲンもね、一つ買っていきたいと思っています。今ね、もんじろくんはね、いつもの店員の方にレジをしていただきました。その時にね、いろいろと話をね、させていただきました。カツゲンね、再入荷あったんですかって聞いたらば、はいはい、ありましたということでね。それからホタテカレーもね、ありますねって言ったらば、はいはいって言ってね、こんな話をしてくれました。この間ね、こちらのお店、中川翔子さんがやってきたんですけども、その前にもですね、テレビ局の方がね、セイコーマートの商品をたくさんね、まとめ買いしていったということで、やっぱりね、このセイコーマート星野さん、日本最南端のね、東京に一番近いお店としてね、認知されてるんでしょうか。かなりのね、報道機関だとか、またね、有名 YouTuber さんも来たということでね、今話を聞きました。そんなにね、大きなお店ではないんですけども、こちらのね、お店、我々もね、紹介していますけども、やっぱりね、北海道にしかないと皆さんね、そう思っている方 いっぱいいらっしゃるみたいなんですけども、ちゃんとね、埼玉県には9店舗、茨城県にはね、88店舗のね、お店があります。で、この間ね、我々、その茨城県の方のね、セイコーマート、今、臨時休業しているお店があるんですけども、そちらの方に取材に行ってきました。というのもね、今こちらのセイコーマートは外装がね、白い、外装なんですけども、今ね、新しいセイコーマートはですね、外壁がネイビーブルー、ちょっとね、灰色っぽい青なんですけども、そちらのお店にの色にね、外装が変わっています。新しいお店はね、すべてその色になっています。関東のお店もね、古いお店や、またね、この間ちょっと小耳に挟んだんですけども、オーナー店からね、直営店にということで、ホットシェフがないお店をね、ホットシェフに改造したりなんかもしてるみたいです。また後ほどね、その話はしたいと思ってるんですけども、関東でもね、かなりお店のね、更新が進んでいるということで、新しいお店は増えないんですけどもね、更新しているということで非常に嬉しく思っています。いや、でも今日はね、天気はいいんですけども寒いです。日本海側ではね、相当な雪が降っているということで、また北海道もね、かなり雪が降っているそうです。このね、北海道のセイコーマート、雪の中でもね、今も営業しています。ではね、今日はホタテカレー買いましたんでね、早めに帰ってホタテ冷めないうちに食べたいと思います。